こんにちは、ジェットチャンネルです。今回の動画は先日参加したイベントでかっこいい車があったので撮影させていただきました。岡山県のエクスカーズさんで撮影した車両なんですが、いろんなイベントでよく見かける車で、今回飯田さんにお願いして撮影させていただきました。いっぱいこだわりが詰まった一台になっているので、最後までぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価の方もよかったらお願いします。それでは行ってみよう。Any other large duty free bag is placed up in the overhead compartment.オバ君、これさっきも見たけど、あ、そう、300、ね、よく見るエクスカーズさんの、はい、ユーザーさんの300です。はい、いつ見てもかっこいいです。本当、じゃあちょっとあのオーナーさんにいろいろ聞きましょう。はい、あれ、あ、いらっしゃいました。あ、じゃあいいよ、どうぞ。オーナーさんのお願いします。出てください、はい、ぜひ、はい、オーナーさんです。オーナーさん、エクスカーズのユーザーの、はい、あ、お名前は、はい、石本さんです。よろしくお願いします。はい、じゃあまずこの車で一番こだわっているポイントとかはありますか？いや、もうやっぱりワンオークの、うーん、やっぱりさっき言ったんだね。これレックスの時ついてました？レックスの時はまだやってます。まだでしたよね。それからじゃあもうやられてこう、ね、すごいもう純正な感じで綺麗にもう純正？噛んじゃいました。よく噛みます。でもすごい綺麗なラインでしたので、純正意識してるんで、あ、もうやりすぎずで、そう、ね、かっこいいですよね。かっこいい、このフロントほんまかっこいい、はい、この辺りのこのシュッとしてますよね、うん、なんかスタイリッシュな感じが。これ以上出したらちょっと、あ、ちょっと、あ、確かに確かに、派手すぎずでちょうどいい感じですよね、うん、この、はい、うん、前のもすっきりしとったけどかっこいいですね、うん、これもまたファイナルデビュー。あ、ファイナルデビューで、あー、すごい、うん、え、じゃあもうあれですか、気になったんですけど、あの給油口は、給油口はトランクに、いや、あれすごい、あの給油口はすごい、これのためにもわざわざ、わざわざ、すごいですね、すごい、こだわりポイントですね。後ろも、後ろもこう全部仕上がかっこいい、うん、綺麗、あ、ここも、ほんまよ、すごい、ほんまじゃ、綺麗、うん、かっこいい。綺麗なこと、僕好きです、こういうなんかシンプル、こういうシンプルなのがいいよね、はい、収まってるっていう感じが、僕もホイールもね、ールもね、いいよね、うん、このレックサーニー、レックサーニーですね、うん、ですね、はい、ブレーキもちゃんとこうでかい、うん、一応あ、ありがとう、かっこいい。他こだわりのポイント、こだわりですか、こだわりはですね、ここを見とけよみたいな、見とけ。マウスで自分でやったのはエンジンルームの、え、自分でやられてるんですか、すごい、へえ、このサイドステップとかも自分で作ってるんで、へえ、すごい、すごい、すごい、FRPで作ったんですか、これ FRP です、わ、すごい、まさかご自身でやられてるとは思わなかった、へ、ま、エンジンルームも色、色塗ったんですか、あ、はい、あ、見せていただいて、いいです、いいですか、はい、わ、ありがとうございます。どんなんなんだろう、ワクワク、あ、すごい、紫で綺麗、いい紫、マジョーラですか、ショーアップの、あ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 、なんか部分的にこう、インタッラメのところ変えられたりとかして、うん、手が入れられてすごいですね。え、そういう仕事をしとるわけじゃないんでしょ？仕事は普通に自動車メーカーなんです。ああ、そうなんです、ね、あ、じゃあもう趣味で、趣味ですか、あ、すごい趣味で、
このサイドステップびっくりじゃん。すごい、すごい器用。去年のレックスの時はまだあれですか、前のバンパーの時は自分でリップ作ったタイプ。あ、それ全部取っ払ってって感じ。これ新たに、これも自分で作ったんですか、フロント。これはこの黒いとこはランボルギーニのガイアルドのやつ。ちょっと延長したりして、すごい、全然フィットしてますよね、めっちゃ、違和感ない、なんかびっくりびっくりって感じ。もうね、車やいらんくなってくるんや。いや、そんなことはない。え、じゃあトランクの吸込みしてもどんなふうになってるか。いや、あれはすごいよ。驚く、びっくりしちゃん。みかはね、難波のところに吸油口があるのでも驚いたもんね、吸油車のね、吸油車のやつ。でもこれで加工して、ね、すごい移設っていうのは、ね、すごい、すごい、これ急にこ死んでもこぼせんの。ほんまよね。あ、スタンクもあのエンジンルームと一緒の、あ、ホンマじゃ、ホンマじゃ、ホンマじゃ、すごいかっこいいですね、やっぱシンプルな、この中のサレやで、わあ、いいですね。急行ちょっとびっくりだもん。これはさすがに自分じゃないんでしょ。これはもうエクスカウトさん。さすが、さすが、すごい。でもいいよね、かっこいいよね、白黒のあの色のね、はい、あれがコントラストがいいよね、かっこいい。でもなんか普通だったらちょっと赤かったりするけど、今黒いですもんね。これはスモーク貼って、あ、お茶券、うん、そうですね、そこはうまいことこうメラメラさせてうるさいんだね、今。でも引き締まるんで、やっぱこの、いや、かっこいいよね、合ってますよ、すごいいい、どう、ちゃんみかどう。いや、好きです、これかっこいい。クーペ好きじゃん、基本。そうです、ね、こういうセダンはどう。え、でも、いいと、ちょっと、ね、かっこいいよね、胸を動かされました。いや、300いいですよ、ほんとに。300はね、かっこいい。女向けいいんだよ。あー、今の顔が。乗り換えた方がいいんじゃない。いや、欲しくなったんすもん。真っ最後乗ってる場合じゃない。もう、助手席乗りたいもんね。ね、うん、やっぱ受けがいいっす。受けがいい。やっぱね、乗りたいよ、こういう、ね、人も乗れるし。それですよね。うん、かっこいい。ナビもつけたんで。あ、ナビも、あれいいよね。見せてもらっていいですか。うん、あれはね、興味ある。気になってるんですよ。うん、これめちゃマスタングもあるよね。え、そうなんですか。うん、あるある。ぶちでかい。すごい。つけてもらうことできます。あ、すごいな、あれ。ナビなんですか、あれが全部。そうそうそう。マスタング用もある。あるんですか、これ。すごい。すごい。え、すごい、かっこいい、ってか欲しい。欲しいね。アップルミュージックやら、まあ、できるんです、YouTube とか。YouTube も、ジェットチャンネル見てもらわなきゃね。そうですね。それで。いやいや、すごいですね。この前の方の 300C のはね、はい、あの見たことがあるんだけど、ああ、こんなにね、なんか良くない。ここまでではない。でも純正っぽい感じです。すごい、そうそうそう、しよ、ね、うん、これはかっこいいですね。使い勝手いいです。いいの、ところどころにこうやっぱこだわりの部分がやっぱ、そうね、かっこいい。パッと見るだけじゃね、わからんけど、やっぱ聞いてみんと分からん。聞いてみんとね、まあまあ、あります。あ、ドアの内張りとかも、あ、これも自分でやったんですけど、これは、すごい、これは作り替えますね。あ、ファイナルに向けての、いや、まあ時間があれば。自分でやるっていうのがすごいですね。いや、すごい。でもやっぱあんまり考えてないから、もうパテが割れたりとかしてるんで。あ、まあまあ多少はやっぱなりますよね、それは。で、今はもうこっちより、あそこのリアセルフのところのスピーカーを今作るんで。ああ、はいはいはい、はい、そっちがメインで。あ、なるほど。ね、じゃあそれは出来上がりを楽しみにしてください。そうですね。また、はい、ありがとうございます。できればレックスまでに。はい。もうないですよ。2ヶ月ですよ。ちょっと頑張らないといけないかな。楽しみにしておきます。はい、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今回ご紹介したのはクライスラーの300でした。
まだまだ進化途中の車ということなので完成が楽しみですね。チャンネル登録と高評価お願いします。バイバーイ。サポーテッドバイジェットシティ。